ベルニーニの肖像とイット、フォンタナデルトライトーンがデザインされているゴマンリラ、シヘイジャン・ロレンツォ・ベルニーニは、バロックの時期を代表するイタリアの彫刻家、建築家、画家。ベルニーニは、ローマのために生まれ、ローマは、ベルニーニのために作られたと称賛された、バロック芸術の巨匠である。古代遺跡が残る古きとローマは、彼の手によって、壮大なスケール。 絢乱豪華な装飾にあふれる美のとに変貌していった。人々は彼の作品を芸術の奇跡と絶賛した。1984年から1999年まで発行された5万イタリアリレ紙幣の裏面に肖像が採用されていた。ジャイン・ロレンツォ・ベルニーニは1598年12月7日に彫刻家ピエトロ・ベルニーニの子として ナポリに生まれた。彼の父親はフィレンツェ郊外に生まれたトスカーナ人であったがジャンロレンツォが誕生する少し前にサンマルティーノのカルトゥジオ回収動員で仕事をするためナポリ人の妻アンジェリカ・ガランテと共にナポリへと移り住んでいたのである。1605年に一家はローマに戻りピエトロは数奇鏡シピオネ・ボルゲーゼの保護を得て 息子、ジャン・ロレンツの早熟な才能を彼に示す機会を得た。ピエトロは、教皇パウルス5世のために仕事をし、サンタマリアマジョーレ大聖堂の洗礼堂に、聖母飛翔店を表した大理石の浮き彫りを制作した。さらにフラミニオ・ポンツィオの講演のもと、同聖堂内の教皇パウルス5世とクレメンス8世の墓を収容することになっていた。 パオリーナ礼拝堂において、他の画家、彫刻家たちと共に一連の装飾計画に参加し、1611年に、クレメンス8世の大観を高肉彫りで制作した。後に、この大聖堂内に、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの墓所が設けられる。これら父親の仕事は若きベルニーニにとって、複数の芸術家による、制作の体制や、彫刻と絵画が一体になった。 図像学的、建築的計画の融合を学ぶ絶好の機会であり、後のベルニーに自身の仕事に反映されることになる。17世紀初頭のローマは波外れた才能を持つ芸術家たちの熱気にあふれる芸術的革新に満ちた時期であった。一方では自然主義的なカラバッジオの絵画やカラッチュ派の古典主義的なアカデミズムが他方では ルーベンスの芸術がバロックへの道を切り開いていた。ベルニーには若い頃から彫刻に才能を発揮していた。ヘレニズム時代の彫刻に大きな関心を示したベルニーには、メスヤギ、アマルティアのような作品において古びた大理石の質感までもし、真にヘレニズム時代の作品であると学者たちを欺くことができるほどであった。 アポロとダフネ・ボルゲーゼ、美術館像サンピエトロ大聖堂の天外バチカン四国シピオーネ・ボルゲーゼ数奇教のために、制作された四体の彫刻群つまり、アイネ・エアースとアンキー・セース、プロセルピーナの略奪、ダビデ、アポロとダフネによって、ベルニーニは即座に名声を手にした。現在でも、四体ともに、ローマのボルゲーゼ美術館に所蔵展示されている。 カルロ・マデルノの下で建築に携わり、1623年、25歳の時に願ってもないチャンスが訪れる。バルベリーニケ出身の教皇ウルバムス8世から、勝利の教会の意志を表すような総合芸術を、壮大な都市計画によって実現するために、理想的な芸術家であるとみなされたベルニーには、建築と彫刻と、都市計画とが融合した一種の芸術を、 想像することになった。こうして、最初に、ウルバヌス8世から依頼されたのは、ビビアナー教会のための、聖女ビビアーナ像であった。続いて、16世紀の教会危機の後の、カトリック教会の復活と勝利を表すため、カトリック教会の設立者である使徒聖ペトロの、殉教の地であるサンピエトロ大聖堂が次なる、芸術創造の場に選ばれた。それは、 ミケランジェロやラファエロなど大巨匠による重要な作品の残る場でもあった。教皇は新しい祭壇がブロンズ製の巨大な天外に覆われることを望んでおり、ベルニーニの手によりにバルベリーニ家の紋章である鉢が散りばめられた螺旋状の円柱を持つブロンズの巨大天外が大理石の台の上に設置された。これはクアラントーレなどで用いられた 装飾品に着想を得たものだとされている。1627年には、ウルバヌス8世の記念碑的墓碑の建設が始められた。それは、ファルネーゼ家出身の教皇パウルス3世の16世紀の墓碑と対照的に設置されたが、トリエント公会議を開始した、パウルス3世と、教会改革を終わらせたウルバヌス8世と、象徴的に示すためであった。 1630年、死、カルロ・マデルノの死後、パラッツォ・バルベリーニの仕事の後続を依頼され、フランチェスコ・ボロミーニと協力して完成した。また1642年から1643年に、トリトーネの噴水を制作した。これは、彼の一連の噴水の最初の作例である。だが1641年に、 順風満帆だったベルニーニに落とし穴と挫折が待っていた。設計を担当したサンピエトロ大聖堂の衝動から大きな亀裂が見つかった。この失敗はローマ中を駆け巡るスキャンダルに発展。若くして美術界に君臨したベルニーニに対し溜まっていた不満が一気に爆発し、見かけばかりで実用をなさないベルニーニと批判された。 ベルニーニの幸運は、ウルバヌス8世の死をもって、突然に去っていったようである。実際、経済的危機の時代に即位した、時期教皇、パンフィーリケ出身のインノケンティウス10世は、極めて厳格な人物であった。この時期から、数多くの芸術注文は、ベルニーニのライバルだった、他の芸術家に移植されるようになり、例えば、 ボッロミーニが三条番人ラテラの大聖堂の改装を行い、またカルロライナルディがパンフィーリ宮殿を建設し、さらにはナボーナ広場のサンタンジェロ・インアゴーネ教会の建設を始めた。だが、この時期にベルニーニは17世紀の芸術作品の中で最も重要な傑作の一つを制作した。ローマのサンタマリア・デッラ・ビットーリア教会内、 コルナロ礼拝堂のセーテレジアの宝閲である。1644年には、ローマのナボーナ広場に、4つの川の噴水を制作した。続いて、サンタマリア・ソプラ・ミネルバ教会に、修道所マリア・ラジの記念碑として、真実を、さらに、インノケンティウス10世の共像フランチェスコ1世、デステの共像を制作した。1655年に、 キージケ出身の教皇はレクサンデル7世が即位した。彼は30年前の芸術家に慕われたウルバヌス8世のように人文主義的な教皇であった。ベルニーニがこの教皇から最初に注文を受けた作品の一つは、ローマのサンタマリアベル・ポポロ教会内のキージケ、礼拝堂のためのダニエルとハバククと天使と新郎及び欲郎の装飾であった。 ローマでは1656年から1667年にサンピエトロ広場を建設したが設計を依頼されたのは50代の半ばであった。だが取り掛かり始め難題にぶつかる。当時サンピエトロ大聖堂の前にはいびつな形をした空き地があるだけだった。この空間を神聖な場所にするにはどうすればいいのかベルニーには 聖地にふさわしい形を求め、試行錯誤を繰り返した。そして一つのアイデアにたどり着き、1667年にサンピエトロ広場は完成した。フランス王ルイ14世に招かれ、ルーブル宮殿の改築計画にも関わった。ベルニーニの彫刻のクオリティは、極めて高く、多作で、生きていた時代を反映している、彫刻家は歴史上ほとんどいない。 彼の最初の作品は17歳、もしくはそれ以前に刻んだ、幼神、ゼウスの彫像で、最後の作品は81歳の時のキリスト像である。その間60年余り、彼は彫刻史上の大変革に一役買ったばかりで、なく、最も人気のある建築家としても、作品を残した。セイロンギヌス造成テレジアの放映ツヨン大河の泉、船の噴水像が、 台座のオベリスクイット、フォンタナデルトライトオーン。ありがとうございます。